サンマは多分ね、きっとね、焼いてあるサンマだと思いますね。見たことあるサンマ、泳いでるサンマさん見たことある人、ある？泳いでるのね。今日はね、給食屋さんが焼いてる、焼く前のサンマ見せてくれるんだって。見たいよね。じゃあバスの中には入らないでくださいね。危ないから。こんにちは。こんにちは。これとお皿だ。見たときある？見たことある。見て見て、見たことある、はい、見たことある。おばちゃんは見たことある。前のさんがね、うちおちゃんは見たことある。触りたい、触りたいけど今日は見るだけでお願いします。待ってね、待ってみて。そこと、ここがある。ほらほらほら、かぐちさんも来てくれたよ。見たよ。見て見て。ほら、見て見て。見える？つぼみさん、ほら、つぼみさん。触らないよ。触らないけど、どうですか、さんまさん。かわいい。ほら、泳いでる泳いでる泳いでる。ねえ、ほら、ようかんで、ようさまよ。ほら、すごい。刀みたいな。剣。じいじい。じいちゃん。じいちゃん、これがサンマ。みんなさ、ねえ。バーベキューの時とかも使うよね。ね、すごいね。さっきのさ、さっきのサンマと色がちょっと違うのわかる？さっきのサンマはさ、青くてピカピカしてたでしょ？ね、焦げてきたね。すごいいい色に焼けてきました。すごい。隠れそう。すごいね。いい香りがする。いい香りが。ちょっとケムケム？今一緒にすごい。みんながお給食で今日食べるサンマは骨がないサンマだけど、これは骨があるそうですね。でも骨の取り方もよく教えてくれるからね、みんなも来年は骨のあるサンマを食べるんだって、ね、はい、はい、じゃあケシさん、ケシさんこっちにくるっと向いて、今日の先生の方にくるっと向いて、はい、じゃあ行った方がいいです。ねえ、ちょっとみんなこうやってほら、どう？あ、暑い。暑くない？暑くない？そうか、ほんとはもっと暑いね。ね、ほら、下見てよ。ねえ、サンマの下には何があるの？石。石？石？ああ、お気に入りな石じゃないな。え？木の石？石炭か。炭だよ、炭って言うんだよ。ね、木を燃やして黒くなったの、炭を置いて。ね、そして、サンマ焼いてます。あれ？さっきみんな見たサンマとどう？今焼いてるサンマ見るのどう？茶色。茶色。
ね、さっき茶色じゃなかったもんね。今茶色になってるよ。先生、はい、運転しない方に向かってない。見えない。大丈夫。顔があっちゃい。見える、ね、見えた、ね、だんだん茶色くなってくると食べられますよっていう印だからね。美味しそうだね。みんなもこんな風にしてサンマ焼いてくれるの？お家で。はい、じゃあ、はい、病院で。はい、出発見て。はい、じゃあ今度、桃ちゃん見せてもらうね。わー、桃さん見てみて、ほら、いい色。ほら、うわー、美味しそう。ね、こう、ごめんね、ちょっと、もっとこっちだよ、かけ抜けのがすごいから。ね、さっきほら、田口先生が言っていたの、下にあるのが炭です。炭で焼くと、すごく美味しくなるんだって。きっとね、なかなかお家では炭で焼くのはね、難しいと思うんだよね。いい色になってきたね。サンマのいい匂いがして、おいしそうだね。みんなさ、サンマ食べるときってさ、骨はさ、お母さんとか取ってくれるんだよ。取ってくれるんでしょ。今日はスラックスさんの給食の先生たちが、みんなはまだね、骨ごと食べるのは難しいからって言って、妊娠サンマだね。骨がないサンマなんです。だけど、来年は、骨を自分で取ってサンマ食べますからね。じゃないの、そうするとお箸の使い方とか骨の取り方も上手に教えてくれるんだって。みんなもケムケムだけどね、焼いてくださってるシラクスさんのお給食の先生方もケムケムなんだよ。だってずっと朝から焼いてるんだから。いらっしゃい。うわーって聞こえた。はい、いい匂い。油の匂い。油とサンマの匂い。ずっと取った。きれい。すごい煙が出てるね。石みたいな。火もしたやつなんていうのこれ。お、答え出たね今。お、炭の塊。正解、炭。ね、すごい炭火焼き、美味しそう、楽しみだね。ね、みんなこれ自分で骨取って食べんだよ。頑張ってね。大丈夫だ。おじで食べた。おじで食べたことある。あ、後ろ側見て、いい色、美味しそうな色、ほら。何色になった？黄色。焼いた色どんな色？焦げた色。美味しそう。美味しそうな色。で、じゃあ戻りましょう。こちらの人もよく見てる。痛い。
です。